西光寺は、兵庫県明石市大久保町にある浄土、新州新宗教制派の寺院。565年に、高栗から来庁していた、鶴林寺と聖徳太子に、ゆかりのある、エビン商人が回帰と言われている。昔、二脇の北の丘陵に、江南山法恩寺という七動伽藍を備えた、大きな寺があり、西光寺はその達中の一つだった。 1578年から1580年、針馬に兵を進めていた、橋場秀吉が、番州三木城主の別所長春などの反抗者を一掃した際、焼き払われた。番州の一行層は、番州門徒と言われるほどで州都が多く、波紋高田、敵仏であった。前針馬を平定した秀吉は、1580年、信長から針馬を与えられ、姫路に城を築いて、 拠点とした。その後、1592年、両方商人が現在地に再興。商人は武田信玄の軍師、山本勘助の実定と言われている。再興寺は、大久保町西脇の集落の中にあるが、寺の近くを通っている。山陽道は、1600年関ヶ原の戦いで、勝利した徳川家康が江戸幕府から地方との連絡や、 山勤交代のため主要街道の脇街道として整備した。宿場や本陣脇本陣旗子なども整備され、最高寺から東に約2トルのところに大久保本陣が設置された。泰山児童も近くを通り、当時の賑わいを感じさせる。山陽道の主要機能は国道二号線に引き継がれたが、今も旧山陽道は生活道路として活用されている。 1716年に江戸幕府八大将軍、徳川義宗の時代に創業した日本酒の倉本再開酒造も西に約1キロメートルと近く宗政神社、金ヶ崎神社、小学寺も近い。寺の周りは昔からの狭い道で囲まれている。また、周辺には農地も多くあったが、次第に住宅が立ち並ぶようになっている。宗派は浄土新州新州教聖派。 浄土真宗の一派で、神蘭を修祖としている。浄土真宗の宗師は、己の修行や、善行だけを頼りにするのではなく、阿弥陀仏の慈悲により、浄土に生まれることができるという教えです。1212 12年、高渉寺を山城郡山下に解散した後、1591年、京都市下京区堀川通りに移る。西本願寺の末寺だったが、 1876年別派として独立した新宗教制派は500字弱もある780年以上の歴史ある宗派。ありがとうございます。